愛知高速交通東部急陵線。東部急陵線は、愛知県名古屋市名東区の藤川丘駅から愛知県豊田市の薬草駅までを結ぶ、愛知高速交通の直浮上式鉄道路線。愛称は、リニモ。常電動吸引型による、日本初の直浮上式鉄道、リニアモーターカーの常設実用路線。軌道法に基づく軌道として特許され、2005年に、 開催された愛知万博、愛、地球博の未来館と会場アクセスの目的を兼ねて建設された。万博閉幕後は、名古屋市営地下鉄東山線や、愛知環状鉄道線と連絡し、名古屋市内と東部丘陵地域を結び、これまで鉄道空白地帯だった長久手町、現在の長久手市に鉄道が通るようになった。路線は概ね愛知県道6号。 力石名古屋線に沿って建設され、藤ヶ丘駅から花水木通駅ホーム半ばまでの区間は地下線、花水木通駅付近で地表へ上り、伊藤の薬草駅までの区間は高架線となっている。リニモでは ATO による無人自動運転を採用している。ただし、操縦者の教育訓練のためや貸切運転時に有人手動運転を行うことがある。また、 運転は行わないが、近く間である藤ヶ丘花水木通管と、最終列車である藤ヶ丘0時5分発の愛、地球博記念公園に行き、早朝の時間帯に運行される、約さ5時30分と5時48分発、藤ヶ丘5時50分発に限り、全区間で乗務員が乗務する。なお、万博期間中は全車両において乗務員が乗務していた。 またすでに無人運転を実施している。ゆりかもめータの日本の新交通システムはすべて、比較的低速度の運行であるが、道路線ではこれを破り無人運転では初めてかつ、唯一の営業最高速度約時速 100km 実現している。安全面にも配慮して全駅にホームドアが整備されている。通常は、藤ヶ丘駅、愛、地球博記念公園駅、 ヤク剤駅を除いて、無人駅だが、窓口自体は設置されており、イベントなどの時には臨時に駅員が配置されることがある。各駅にある、改札口と、出口看板には日本語、英語、中国語、朝鮮語表記の他にポルトガル語、ブラジルポルトガル語表記もる。瀬戸市及び、日清市内に、路線は通っていないが、当線を運営する。 愛知高速交通には両子とも株主として一定の金額を拠出している。名古屋市営地下鉄の車内の路線図には青波、線、名古屋ガイドウェイバスガイドウェイバス志だみ線、ユトリートラインとともに等路線も記載されている。HSST のインフラ整備にかかる投資額は従来の中量輸送の代表ともいえるモノレールや新交通システムより 低廉なものとなっている。これまでの鉄道システムとは異なり、車輪を持たないため、レールと車輪の接触による騒音、振動がなく、また、推進力は、車輪とレールの接触による粘着力に依存しない、リニアモーターによる高か減速や途半性能に優れ、ゴムタイヤ式よりもさらに静かで乗り心地が良く、最高速度も上回る、などの多くの利点を持つ。 反面、走行にかかる電力消費が大きい。車両は常に浮いており、停車中は機械式ブレーキにより静止させている。扉が閉まり発車するときに床下よりドンという音がするが、これは機械式ブレーキ解除の際に発する音である。最高速度は約時速 100km で、藤ヶ丘役座間の所要時間は約17分。 最終列車として、藤ヶ丘0時5分発の愛、地球博記念公園行きがあるほかは、藤ヶ丘や草間の全線運転である。年度初めは、臨時列車が運行されることもある。2013年3月16日のダイヤ改正で、平日ダイヤが、大学開校期間、4から7.10から1月の平日に適用する、平日第1ダイヤ、大学休校期間、 2.38.9月の平日に適用する平日第2ダイヤに分けられた。運転間隔は平日朝ラ主時は6分間隔。大学開校期間はラッシュ以降も7から8分間隔。平日夕は7から8分間隔。平日ピルマ、土曜休日は10分間隔。2013年3月15日までは平日朝ラ主時は7分間隔。 夕方も10分間隔の運行体系だった。2016年12月4日にはイオンモール長久手の開業に伴うダイヤ改正が実施され、土休日ダイヤを平日第二ダイヤと同時刻として平日第二、土休日ダイヤとし、平日土休日の昼間の運転間隔が10分間隔から8分間隔に短縮されている。2019年8月3日に 藤士ヶ丘駅で幼児が車両とホームドア間の約35センチメートルの隙間に取り残され、そのまま列車が発車した後に幼児が軌道に転落する事故が発生した。このため、全列車に係員を転乗させることになり、その要因確保のため、同年8月10日から朝時間帯10分間隔、日中夜間帯12分間隔の臨時ダイヤとした。監視カメラ増設などによる、 安全対策が完了する同年10月初旬までを予定している。2005年3月6日の開業時から9月26日まで愛知万博輸送を前提とした運行体系が取られた。東部丘陵線リニモとの乗り換え駅となる愛知環状鉄道の薬ク駅は2004年10月10日から2005年9月30日間万博薬ク駅と解消されていた。リニモの駅は 開業時から2006年3月31日まで万博役者駅だった。また、愛、地球博記念公園駅も開業時から2006年3月31日まで万博会場駅だ。運転間隔は朝と夜が6から15分間隔、昼間が5から7分間隔だった。3月19日から万博終了までの土曜、休日には、 昼間8から10時台と夜20から23時台に藤ヶ丘万博会場館と万博役座万博会場館に区間列車運行された。東部丘陵地域が愛知学術研究開発ゾーンとして学術研究施設や公園、宅地開発が進められることになり、輸送需要の増加に対応でき、交通渋滞に悩まされない。 軌動系交通機関が求められるとになり、元来あった藤ヶ丘長久手間に地下鉄1号線、東山線を延伸する計画を発展させる形で、東部丘陵線の構想が生まれた。1992年、平成4年の運輸政策審議会で、2008年までに、中量軌動系の交通システムとして整備することが、適当と答申。その後、 東部給料線導入機種選定委員会が小座式モノレール、新交通システム、磁気浮上システムの中からなどの理由で磁気浮上システムを選定し、方式としては日本航空が開発し、中部 HSST 開発によって名鉄蓄光線沿いにあった大江実験線で走行試験が重ねられてきた常電動牛引型が採用された。また、愛知万博が長く手長。 当時の愛知青少年公園などを会場として開催されることが決まり、その鉄道系のアクセス路線の一つとして位置づけられた。2000年に運営主体として愛知高速交通株式会社が設立され、2002年に着工された。2004年から完成した本線で試運転が重ねられ、2005年3月6日に開業を迎えた。総事業費は、 約997億円。この内愛知高速交通志向分は約356億円である。万博輸送に際し、リニムは、藤ヶ岡駅で接続する名古屋市営地下鉄、東山線との輸送力のギャップから、同駅で乗客が滞留する可能性を指摘されていた。6両編成の東山線は1時間あたり14,500人の輸送量があるのに対し、 リニモは3両編成で1時間あたり4000人の輸送量しかない。このためか、日本国際博覧会協会では、名古屋駅から鉄道で会場へ向かう場合には、東海旅客鉄道 JR 東海が中央本線構造地駅経由で、愛知環状鉄道線の万博役座駅へ直通運転するエキスポシャトルの利用を推奨していた。 愛知万博内覧会が行われた2005年3月19日には全面展望を見たい乗客が車両の前方に集中したことを重量検知装置が化石祭と判断したことで一時発射不能になる事態が発生した同様に開幕前日の3月24日には浮上装置の故障で浮上不能になるトラブルが発生した運行会社は 万博閉幕後の利用者数を1日あたり約3万1000人と想定し、債務返済に向けての前提ともなっていた。しかし、開業初年の2005年は1日5万人以上が利用したものの、2年目の1日平均利用者数は約1万3000人台に激減した。2007年10月には、愛知県が長く手町、当時に対し、リニモの今後の固定資産税について、 減免を打診していたことが明らかとなったが、長久手町は、減免するより税収を乗客増に生かすべきだとして、この打診を断っている。その後の利用者数は年々増加し、2009年度には単年度収支が黒字になった。利用者数低迷の原因として、以下のような点が挙げられている。運行会社が、学校側に対して、藤ヶ丘駅からではなく最寄り駅からバスを運行する。 ことなどを働きかけた結果、愛知学院大学が2006年、平成18年4月から長くて湖線上駅から、同大学までのバスを発着せたこともあったが、もともと同大学から、名鉄バスによる、藤ヶ丘駅までの直行バスが頻繁運行されている。上に、長くて湖線上駅から利用すると回り道になることも、あって、利用者は緊張で2007年。 平成十九年一月末で廃止になった。二千十年、平成二十二年四月より、長久手古泉城駅から愛知学院大学、名古屋外国語大学、名古屋学芸大学、名古屋学芸大学短期大学部オル、無料通学バスの運行が名鉄バスにより開始されている。愛知学院大学へ行く場合、理にも藤川海域から長久手古泉城駅までの定期券を購入し、 活動駅からこのバスに乗車した場合では、藤ヶ丘駅から有料の路線バスで通学するケースに比べ、月1800円程度あり安となるため、このルートに切り替えた学生も出ている。だが、愛知学院大学は、藤ヶ丘駅までのバスを引き続き頻繁運行している。か、他の三大学も地下鉄東山線乗車駅や、地下鉄鶴舞線赤池駅まで、スクールバスを運行しており、 伸び悩みが見られる。これまでにも利用者のさらなる増加を狙って2006年7月15日の愛地球博記念公園森コロパーク開園に合わせてリンミュー1デイフリーキップ大人800円子供400円の発売を開始したり愛知県の事業として2007年6月16日から通勤定期券利用者を対象とした自転車の貸し出しの実施や 長久手町、現在の長久手市で行われる祭事にて、理に利用を積極的に働きかけるなどの施策を実施しているが、抜本的な経営状況の改善には至っておらず、今後も利用拡大へのさらなる施策が必要な状況にある。2008年度においては、長久手町が花水木通、入賀池公園、長久手湖泉場、公園西の各駅前に自転車駐輪場を、 増設する施策を講じている。さらに2009年度からは、愛、地球博記念公園駅北側の空き地を駐車場として整備し、パークライドによる利用の推進も図っている。2015年現在、長久手市は都市計画のもと、長久手湖線上駅周辺で、大型商業施設イオンモール及び、住宅地、駅前広場リニモテラスの開発を、公園西駅周辺で、 大型商業施設、池屋及び住宅地開発を進めいる。また、2015年8月には、公園西駅近くに歩行者、自転車用ゲートを新設し、リニモとも利便性の向上を図っている。2011年より、愛知県企画の地域おこし愛知ポピカル、聖地化計画と連携した取り組みを行っている。2012年には、東部丘陵線、リニモのキャラクターを、 リニモタンとし、全国の公募イラストから決定するリニモタン総選挙を行っていると、その他各種イベントとも積極的な連携を図っている。2015年度、平成27年度には減損処理実施による減価消却費の減少などもあり、開業以来初めて営業、形状ともに黒字となった。東部給料線の近年の輸送実績を過表に記す。 表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、年度での値。鉄道統計年報及び、数字で見る鉄道。国土交通省鉄道局監修。決算広告より抜粋。東部急上線の近年の収入実績を可表に、記す。表中、収入の単位は千円。数値は、年度での値。 鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修、損益計算書よりは推移。愛知高速交通の近年の決算を下表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は、年度での値。2007年度、平成19年決算より、運輸、技術部門従事者の人件費及び、経費の一部を販売費。 一般管理費から運輸営業費に振り返っているため単純比較はできない。全駅愛知県に所在。大人普通旅客運賃、小児半額。2019年10月1日改定。第一種の身体障害者手帳を所持する、身体障害者。第一種の療育手帳を所持する知的障害者。第一級の精神障害者保健福祉手帳。 顔写真付きに限りお所持する、精神障害者には、介護人と同乗する場合に限り、障害者本人、介護人とも割引運賃、5割引が適用される。マナコを除くリニモ各駅で販売されるすべての乗車券は、地下鉄線、愛知環状鉄道線など他車線は一切利用できない。過去には、以下のカードや乗車券が発売されていた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。